ドラゴンボールファイターズはバンダイナムコエンターテインメントより2018年2月1日に発売されたゲームソフト。プレイステーション4 Xbox One Windows のマルチプラットフォーム。9月27日には Nintendo Switch 版が発売された。鳥山明の漫画及びアニメ、ドラゴンボールを題材にした対戦型格闘ゲーム。開発はアークシステムワークスが担当した。 ドラゴンボールの本格対戦格闘ゲームを標榜し、原作の特色を生かした高速バトルや、アニメの 2D 表現とポリゴンモデルの 3D 表現を組み合わせた 2.5D 表現とも、言えるハイエンドなビジュアル及び演出を特徴とする 2D 対戦型格闘ゲーム。ゲームエンジンは、アンリアルエンジン4。ゲーム内の世界観は、アニメ、ドラゴンボールスーパーのものを基準としているが、 本作独自の要素や設定も存在する。また、ストーリーモードでは、過去のキャラクターも登場する本作オリジナルストーリーが用意されており、原作者である、鳥山明監修の本作オリジナルキャラクター、人造人間21号も登場する。ゲーム中では、設定上の実力差が大きいキャラクター同士で、対戦を行う場面もあるが、本作においては、特殊な装置の影響で、 本来の力が出せなくなっているという設定で保管されている。2017年6月にロサンゼルスで開催された世界最大規模のゲームショーの E32017 で初公開。6人のキャラクターが使用可能な状態でプレイアブル出展され好評を博し、国内外のメディアから30以上の賞を受賞、またはノミネートされた。 ドラゴンボールを題材とするゲームではシリーズ最速で世界累計出荷本数200万本を記録し2020年5月時点で全世界500万本を突破2021年4月時点で全世界740万本を記録また国内国外問わず様々なゲーム大会や e スポーツなどの種目に採用されている週刊ファミ通5 2 1号による クロスレビューは40点満点中36点。任天堂スウィッチ版の早期購入特典として、ドラゴンボール Z 超武東伝のダウンロードコードが封入された。2019年1月31日、PS4 と Xbox One において、ゲーム本編の内容に加え、シーズン1の有料 DLC キャラクターを同梱したンカ版、デラックスエディションが発売された。 デラックスエディションは PS4 版はパッケージ版とダウンロード版、XBOX1 版はダウンロード版のみの提供となる。ある時何者かがどんな願いも叶うドラゴンボールを利用し、かつて孫悟空たちが倒した悪の戦士たちを蘇らせるところから物語は始まる。その後、地球にて孫悟空やベジータ、 フリーザやセルたちの姿をした謎のクローン選手たちが出現し、世界中で暴れ始める。地球の戦士たちは手分けして、調査に出発し、事態の収拾へと向かうが、その途中でほぼ全員が意識を失い次々に倒れてしまう。地球を守る戦士たちの不在という絶望の状況の中、一人の戦士の体に、ある別の精神が宿ったことで、 物語は別の方向へと動き出す。孫悟空を中心に進行する物語。突然意識を失った悟空は、ブルマの下で目を覚ますが、その体には別の精神が宿っており、悟空本人の精神は体の奥に封じ込められてしまっていた。悟空の体を乗っ取った謎の人物は自分に何が起きたのかわからず、悟空もまた自分の意志で体を動かすことができず一行は、 途方に暮れるが、その最中かつて破壊されたはずの人造人間16号が姿を現す。16号は悟空たちに起きた現象をリンクと呼び、有無を言わさず襲いかかってくるが、悟空の体を乗っ取った人物イコールプレイヤーが、悟空の体を操り戦ったことで軽うじて16号を撃退することに成功する。その後、ブルマの協力もあり悟空は、 自分の体を取り戻すが、戦士たちの気を封じる謎の力が働いているせいで、プレイヤーと精神を同調させないと戦うことができなくなってしまっていた。プレイヤーはこのリンクを通じて、悟空や他の戦士たちの体を操作しながら敵と戦っていくこととなる。そして、戦いの果てにこの事件の黒幕である人造人間21号のもとにたどり着くのだった。 フリーザを中心に進行する物語。プレイヤーが悟空にリンクする挑戦支編に対して、もしもフリーザにリンクしていたらという、イフの展開を描く。何者かの願いにより、くしくも復活を遂げたフリーザだったが、その体には別の精神が宿っており、思うように体を操ることができなかった。はじめはリンク者であるプレイヤーを追い出そうとするフリーザだったが、 リンクを使わないとまともに戦うことができないことを知ると仕方なくプレイヤーの精神を受け入れ逆に自分のためにうまく利用する方針へと切り替えるその後フリーザは同様に復活していたかつての部下やセルたちと合流し真相究明のために暗躍するまたその過程で事件の調査を行っていた悟空たちと遭遇し人造人間21号という共通の敵に 対抗するべく図らずも共闘することとなるのだった。人造人間十八号を中心に進行する物語。プレイヤーが悟空やフリーザにリンクする挑戦者編、敵戦士編に対し、もしも人造人間十八号にリンクしていたらというイフの展開を描く。他の挑戦者たち同様、クローン戦士の調査中に意識を失った十八号は何者かによって救出され、 とある研究所に運び込まれる。目を覚ました先で18号は、かつての仲間である人造人間16号と弟の人造人間17号、そして人造人間21号と対面を果たす。また、18号の体には別の精神が宿っていたが、21号は、このリンクこそがクローン戦士たちを倒す鍵であると語る。さらに21号は、 クローン戦士たちが、レッドリボン軍が生み出した兵器であることを説明すると、同時に自分の中に眠る、衝動を抑えるために手を貸してほしいと18号たちに協力を求めるのだった。本シナリオでは挑戦者編、敵戦者編では、悪役として描かれていた人造人間21号の正体や彼女の本当の目的が明らかになる。 各キャラクターの詳細情報は該当ページを参照。キャラクター名は公式表記に準拠。各キャラクターの声優は、アニメ、ドラゴンボール改め以降の作品に準拠した、キャスティングがされている。また、ストーリーモードでは既存キャラクターとは、ベースカラーや瞳の色が異なる、クローン戦士も登場する。初期キャラクター隠し、キャラクター有料 ODLC キャラクター有料 DLC。 キャラクター有料 DLC、キャラクターインターネットに接続して、追加コンテンツや追加キャラクターをダウンロードできる。かつて、アークシステムワークスと共に開発した、ドラゴンボール Z 超級極部東電の発売後、バンダイナムコは次回作として、ハイエンドの本格的な、ドラゴンボールの格闘ゲームの企画を検討していた。また、ドラゴンボールゼノバースシリーズが、 全世界で大ヒットし、シリーズ累計販売本数が800万本を記録する一方で、その多くがカジュアル層のプレイヤーだったため、カジュアル層だけでなく、コア層も楽しめるゲームを目標として、本作の開発が進められることとなった。アークシステムワークスも以前からドラゴンボールの格闘ゲームをギルティギアのグラフィックで出してほしいという要望を受けたことがあり、 ドラゴンボールという強力な IP を使用することで格闘ゲームの魅力をより幅広い層にアピールできるとして依頼を快諾した。好きなキャラクターを一人に絞りきれないだろうということから3ン賛成チームバトルが採用された。同様の理由からアークシステムワークス作品としては珍しくキャラクター固有のアクションよりも共通システムを重視する方針が取られた。加えて 原作のハチャメチャ感を出すために、リアルタイム交代かつ、一ラウンド制という、マーベル VS カップコンシリーズに似たルールが採用された。また、理不尽さの解消と戦況の可視化を目的として、キャラクターが倒された後に一句切り入るシステムが採用された。さらに、プレイヤーがキャラクターを交代しやすくするため、キャラクター交代時の超ダッシュには攻撃判定を付与した。 本作のプロデューサーの広木智子は格闘ゲームとしての調整をアークシステムワークスに任せてよかったと 4gamer.net とのインタビューの中で振り返っており細かな調整によって一人一人が本当に個性的なキャラクターに仕上がっていると思いますとも述べている。Nintendo Switch 版では操作を簡略化したエクストリームタイプが導入された。 プレイアブルキャラクターの選定は開発スタッフにとって非常に苦労した部分の一つであり、最終的にはキャラクターの個性と格闘ゲームとしてのキャラクターの選択基準が重視された。例えば、ナッパは幸いマンとセットで出せる点が決め手となって選定され、最終的に設置系のパワーキャラクターというドラゴンボールのゲームには珍しい性能のキャラクターとなった。また、 技ーはこれらの選定基準を満たさない可能性があった。ものの最終的には、器用に至り、彼の代表的な技である、ボディチェンジもメテオ必殺技として取り入れられた。加えて、本作は、三音三声チームバトルを採用していることから、キャラクター同士のコミュニケーションも、選定基準の一つとなっており、例えば原作で、繋がりのある、人造人間18号とクリリンには、 コンビ技が設定されている。ストーリーモードはバトルモードと同じモデルとシェーダーを利用しているが、ストーリーモードは物量の多さと差しの長さから、バトルモードのアニメーションをそのまま使うことができなかった。その代わり、ストーリーモード用のポーズを多数作り、ポーズ間の移行の制御を積み重ねる形で、アニメーションを作り上げ、効率化に成功した。ゲームエンジンには、 ドラゴンボールシリーズでは初めてアンリアルエンジニ4を採用しており、アークシステムワークスが先に制作したギルティギアエグザードサインマイナスと同様にキャラクターを含めたモデリングは 3D ポリゴンであるが、グラフィックタッチは 2D セルアニメのような表現がなされている。通常のプレイ画面はサイドビューだが必殺に使用時には 3D 視点のカメラワーク演出がなされるため、 2.5D バトルと表現されている。E32017 での初発表時、マイクロソフト Xbox 責任者であるフィル・スペンサーに日本で見つけた少しクレイジーなゲームとして紹介され、ムービー公開後に会場内が完成で包まれるなど大きな反響を呼んだ。その際に海外メディアから30以上の賞にノミネートを呼び受賞している。日本国内においては ゲーム発売前の時点で日本ゲーム大賞2017のフューチャー部門を受賞。ゲーム発売後は PlayStation Developers Choice h r s 2018においてベストビジュアルアーツ部門を受賞しリアル系 3D 表現前世の時代においてトゥーン表現の頂点を見せてもらった原作を読んで誰もが妄想する迫力のハイスピードバトルをゲームに落とし込むとこうなる。 という点において一つの回答を見せてもらうことができたなどコメントされている。また、シダックアワーズ2018においてもビジュアルアーツ部門優秀賞を受賞しアニメ 3D ビジュアルの完成形と評された。ゲーム発売後はドラゴンボールのゲームシリーズ歴代最速で世界累計出荷本数200万本を達成した。ゲームよび e スポーツの大会の種目に選ばれることも 多く、国内においては、ジャンプフェスタ2018や、東海議2018などで公式大会が開かれた。他、日本国外では、エボ2018などのメイン競技としても、採用されている。週刊ファミ通1521号による、クロスレビューは40点満点中36点で、プラチナ電動入りしている。1個はネットラボに寄せたレビューの中で、通常投げの代わりに、 ドラゴンラッシュを導入したことやキャラクター同士のぶつかり合いを生み出すシステムにより格闘ゲームの駆け引きの面白さとドラゴンボールらしさを両立できたと評価している。日本国外向けに配信されたスティーム版は配信開始後も好意的な評価を受けている。1月26日のピーク時には4万4千人がスティーム版をプレイしていたものの2月11日の ピーク時には9000人に減少していた。オートマトンのミノル・ウミセは2月13日の記事の中でゲームそのものは良かったとした上でスティームレビュー上でオンライン対戦に不備があったという意見に触れオンライン対戦の不十分さがプレイヤー数の減少につながったと推測しており加えてスティームでは対戦が格闘とゲームの人気を出しにくいのではないかと述べている。 プロデューサーの広木智子はこの問題を受け、修正パッチを複数回に分けて配信する予定であると発表した。その一方で、公式には MOD のサポートが行われていないものの、インターネット上のコミュニティでは、Steam 版の MOD の制作が盛んに行われた。ベジータベビーといった原作に登場しながらも、本作には登場しなかった携帯などを元にしたものや、 ソニック・ザ・ヘッジ・ホッグやキャプテン・ファルコンといった他社作品のキャラクター、そしてウワンダ・ナックルズといったインターネットミームを元にしたものが作られた。これらのモッドの多くは一般配布されておらず、個人で楽しむ程度に作成、使用されている。アメリカで開催された世界最大級の格闘ゲーム大会エボ2018で本作は最も注目を集めたタイトルとなった。 発売前の段階でメイン8種目の一つに選ばれ、出場エントリー数は2,575名で、全種目中1位を記録。スティームなどの大型プラットフォームを解析しているサイト、ギサップによれば、本作の最終日、トップ8トーナメントの最高同時視聴者数は258,705人で、ツイッチでの公式、エボ放送における過去最高記録を樹立した。 これは20年以上続くエボの歴史上最高の記録である。ありがとうございます。